情報屋に聞いた話じゃ、やつらはあの奥で寝てるはずだ。ずいぶんと不用心だね、その殺し屋さんたち。あんたが消した陣場の仲間でな、殺し屋っつよりターゲットを家族ごと殺すようなイカれた連中だ。ふん、あのおじさんな。待ち伏せ。なんだ、殺し屋って割には全然弱いじゃん。まあ殺し屋じゃないからな。それでもうちのボスを殺されたままじゃメンツが立たないんだよ。おい、とどめさしとけよ。な、うん、そうか、わかったよ。てめえ来てたのか。君たちの依頼も僕が引き受けた。あ、なんだ、てめえもザキと消えちまえ。ああ、言い忘れてたけど、美咲ちゃんゾンビになってるから、ちょっとやそっとじゃ死なないし、前よりだいぶ頑丈になってると思うよ。何なんだてめえ。聞こえるか、ポルカ。もしもしでしたっけ、こういう時。お前、罠だと分かってたのか。いいえ、僕はただ依頼を受けただけです。こいつについてるその子供たちの依頼を。こいつらには誰も殺させないよ。君たちのお父さんもお母さんも。お母さん、お父さん、ごめん、これは救いじゃない。半分は僕の腹いせだ。だから報酬はなくていいや。